ロシアのプーチン大統領が中国訪問のため先ほど北京に到着しました。5期目の任期に入って最初の外遊で中国とロシアの関係強化をアピールする考えです。プーチン大統領は今朝、北京の空港に専用機で到着しました。 プーチン大統領が中国を訪問するのは、去年10月以来およそ7ヶ月ぶりで、北京のほかに中国東北部のハルビン市を訪問する予定です。プーチン大統領は7日に通算5期目となる大統領の就任式を終えたばかりで、最初の訪問先に中国を選ぶことで、習近平国家主席との関係をアピールする形です。 ロシアのウクライナ侵攻に関して中国は西側諸国による制裁には参加せず中立を強調していて会談でロシアとの関係強化についてどこまで踏み込むかが焦点となります。